ミトコンドリア DNA ハプログループ拡散モデルミトコンドリア DNA ハプログループとは母系で遺伝するミトコンドリア DNA のハプログループのことである。マトドナ、ハプログループとも本項目では人のミトコンドリア DNA ハプログループについて述べる。人のミトコンドリア DNA ハプログループの体系はネイティブアメリカンの研究で A、B、C、 D の4つが命名されたことに始まっており、それを踏襲して、ラテンアルファベットの大文字で大分類を行っている。それぞれの内部は1から2桁の数字を使って、細分されており、その内部は小文字のアルファベットで細分されている。以降、必要に応じて、数字と小文字を交互に用い、例えば D5A2A1A1A という具合である。ハプログループの命名はなるべく系統関係を、 階層的に反映するようにされているが、歴史的経緯により例外が多数存在している。特に最初のアルファベットは入れ子になっているものが多く、例えば、ハプログループ C はハプログループ M に内包されているし、ハプログループ M はハプログループ L3 に内包されている。最初のアルファベットが連続している場合は、 それらすべてのハプログループを内包する最小の単系統群を意味する。例えば HV には少なくともハプログループ H とハプログループ V が含まれることを意味している。ここにはこの2つ以外にも様々な系統が含まれており、それらは HV1 や HV2 などのように命名されている。まとどなハプログループの系統と分布。 マトドナ、ハプログループの推定推定図人類のマトドナ、ハプログループの大まかな系統樹を示す。ミトコンドリア DNA ハプログループの移動経路、Y 染色体、ハプログループ同様、ミトコンドリア DNA ハプログループもでアフリカ語の移動ルートとして、南ルート、北ルート、西ルートに3分できる。これはそれぞれ、オーストラロイド、モンゴロイド、コーカソイドに相当する。 ハップログループの系統と移動ルートの系統が一致しない典型的な不完全遺伝子系統を仕分けの例である。トーニー・エトール、アジアン・アフィナティス、アンド・コンチネンタル・ラジエーション・オブ・ザ・フォー・ファウンディング、ネイティブ・アメリカン・マトドナズ、アム・ジェイ・ハム・ジュネ、五十三・五百六十三から五百九十・ ABC ・リチャーズ・エトール、ファイロジオグロフィ・オブ・マイテコンドリエル、DNA ・イン・ウェスタン・ヨーロッパ、 アン、ハム、ジュネ、62、241から260、ドイ、10.1046、J1469 から1809.1998、623241、X、バンウォブン M、カイザー M、アップデーテッドコンプリヘンシブファイロゲネティック、ツリーオブグローバルヒューマンマイテコンドリエル、DNA バリエーション、ヒューマンミューテーション30、 E38694 ドイ、10.1002フム2921プミド18853457先谷みつる新日本人の起源弁正出版先谷みつる DNA 考古、言語の学際研究が示す新日本列島市弁正出版ありがとうございます